皆さんおはようございます西良平ですで今日は4月の17日、日曜日ですね、はい、いかがお過ごしでしょうかっていうことですけども、ちょっと寒くなった、ね、寒くなった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 よいや、もういや、自分、昼寝る人間からしたら、もうちっと寝苦し、ちょうどいい。 もうすすででに寝苦しい急に寒くなったなとは思うけど、まあ今日から土曜ですね、はいえー、メンタル面がちょっと不安定になりがちになりやすいのでということでやってましたけど、今日は何の話をしようかなと思って、えないんすかいや、いろいろあるけど、はい、どんなんがいいかなと思って、特にない感じですか、これあるあるある、いろいろあるんやけど、どんな話みなさんな、朝、ちょっと気になることあるんで、一ついいです。いいよあ過去一 過去一辛かっったた体験経験経 <laughs> ちょっと聞きたいです俺の過去一つらかった時の経験、はい、過去一つらかった時の経験かまあお店で借金抱えとった時もそうやし子供の手術の時もそうやったけどやっぱもうメンタル的ダメージでね一番つらかったの時は店始めて2年目ぐらいかな、はい、20やけ78ぐらいの時よ あの結構ねめちゃくちゃなクレームつけられて部屋を呼び出されて、はい、で土下座強要されて、はい、今までもねそんなん一回しかないけどえー、っと土下座させられた上から頭踏みつけられたことがある <laughs> やばいっすねそれはあったねあれはねつらかったねあれはもうねもうはっきり言ってしまったらどれぐらいやろそれを人の前で話したのがいや人の前で話せたのって もうここ最近ぐらいじゃないもう人にはとても言いいけねんかった。そそんなにいや辛くてもう10年以上自分の心の傷やったけどあ、いっか、じゃあちょうどその話いいかもしれんな、うんまあ、今日から土曜っていうことで、えーっとまあ、メンタルが不安定になりやすいっていことなんですけど、まあ、メンタルが不安定になりやすい、まあ、土曜の期間季節の節目なのでこういう時期、気圧も変化しやすくて、まあ、気温の差もあるし。まあ えっと、天気もどんより曇ったりとか、ね、雨降ったりとかっていうこともあって節目をなっていった時に、まあ、人の心が不安定になる不安定になってくるとやっぱイライラして人に,ぶつかっ人に当たってみたりとかぶつけられてみたりとかっていうことがあったりするんですがこういう時の根本的な原因の1つっていうのは自分に優しくなれないっていうことなんですよね自分に優しくできないから人に対しても優しくできないっていうのもあったりするんですけども。 まあ、昔の人の言葉で、えっと、人に優しく自分に厳しくってはあるんですけども僕は自分にこそ優しくできるからこそ、えー、人に対しても優しくできるんじゃないかなっていうところがあるんですよね、まあ、そういった時に、まあ、今の、ね、あの辛かった時の思い出を話した時にまに、あ、過去に僕本当20代後半ぐらいの時にお店始めた時にまに、あ、本当にめちゃめちゃなクレームだったと今考えたら逮捕よね逮捕です、ね、絶対せんでいいんやけど右も左も分からんわけよ。で、ね、なんかもう ね、10人ぐらいのなんか <laughs> 怖そうな人たちからあの言われてそれで言われたことがやられてたことがあったけどもうその傷10年ぐらい引っ張ったんですよね。でもそれを思い出すたんびにもネガティブになるというかもう何年経ってもずっと落ち込むというかそういうことがあった時に、まあ、これをね僕が人の前でポンと話せるようになったって言ってたえきっかけになったのはね友達から言われたある一言なんですよ。 それが何かって言ったら、まあ、何でもない時にふとご飯を食べてた友達がよくね昔も結構ねスタッフの子たちとかでもそういうネタで盛り上がることがあったりしたんですけどタイムマシーンがあったら何歳の時に戻りたいっていうありますねあるよね、はい、あのまあその話を振られた時に一番最初にその辛かった思い出がバーンって僕の頭の中に戻って,戻ってくるんですよそしたらね僕は 何歳の時に戻って勉強やり直してこうしたいとかあしたいとかって言っていく中でお前はって言われた時にいやないって言ったんですよねそしたらえなんでないんって言ってあのなんか何歳の時に戻ってとかないわけって言って,ていやないねって言って何でって過去に戻ったら絶対にまたあの経験をしなくちゃいけないのかっていうのを乗り越えなくちゃいけないと思ったら正直自分はもう耐えられないっていう話をしてだからもう明日の方がよっぽど待ち遠しいって話をした時にへーって お前よっぽど幸せなんやね」とか言われたけど、うん、まあねなぜってそれを避けて通れば通,通りたいところだけど多分ね避けて通ることはできないんですよどれもあのそこだけ,だ,だけじゃないんですよねつらかった時の思い出ってただその時にその子が僕にその話をタイムマシンがって言ったらその友達がもう一言付け加えたことが何かって言った時にじゃあ過去に戻って一番つらかった時の自分に声をかけるならなんてかけるって言われた時に これね、言ったんですよ、その時にはっとあの時、頭踏みつけられて悔しくて辛くてもうたまんなくてだって、そんな経験があったっていうことを友達とか自分の家族とかうちの親でもそうだし友達でもスタッフの声でも話してたらみんなどうすることもできないじゃないですかつら、ね、かったですよねってそんな言葉聞きたいわけじゃないし誰かに救ってもらえるわけでもないし。 自分で消化するしかないとは分かっててもずっと引きずってたんですけどお前がもし一番辛かった時あの辛かった時に戻ってその自分に対して声をかけたら何てかけるって言われた時にとっさに出てきたのが俺飛び出してって自分抱きしめて言うわって辛いけど心配すんなよってお前の未来結構明るいよって言うって言ったら <laughs> その子もねああそっかっつって言ってたんですよその時に何かって言ったらね やっとその言葉を自分で口に出した時に実は過去に人に言えなかったけどこんなつらいことがあったんだよねっていう話を人の前で言えるようになったっていうのが一つと自分に対して過去の自分なんだけど過去の自分に対して声をかけてあげられるならって言われた時にもう多分あの時本当もう死にたかったと思う本当に辛くて、まあ、もっと辛いことってたくさんあるかもしれないんだけどもう本当に。 メンタル的にすごく追い込まれてて借金も返さなくちゃいけないし労働時間にも詰められてお金もないしって言ってる時にそんなことまでやられてって言ってもうダブルもうダブルじゃねえもうトリプルだしもう何パンチか分かんないぐらいボコボコだったんですよメンタルがでもその時にもし未来の自分が出てきてそうやって言ってくれたら一番の救いだったかもなって同じ体験をした人間が10年先からやってきてそいつが大丈夫だって今つ釣れんだけどってあのねえ 今はつれんだけどお前の未来は結構明るいよって言ってあげられるっていうのを考えた時に自分がつらかった時の思い出を人に笑って話せるようになったしその上でうん,うんと優しくなりましたね自分に対して少し優しくなれるようになった今は自分がこうやって、まあ、メンタルへ,へこんでる時に 明日かもしれないし1ヶ月後かもしれないし5年後か10年後かの自分だったら何て言ってくれるかなっていうのを考えるようになった時に、まあ、ちょっと自分の中でも,ものすごく大きな変化があったっていうのが1つそうだったんですよねだからうーんもし皆さんが、ね、人に対して優しくなれない、まあ、メンタル的にどンっと病む時ってやっぱりあると思いますやっぱり誰でもやることなのでそんなことがあった時にうん過去のつらかった経験をパッと思い出した時に 誰かに言ってもらえても嬉しいんだろうけどももしあの時の自分に戻って私が言ってあげられるんだったら何て言ってあげられるかっていう言葉は今つらいと思ってる時のそれを超える時のもしかしたら何かしらのヒントになるかもしれないしその時の自分を抱きしめてあげるっていうのは多分誰よりも誰からもそうかもしれないけど一番の救いになるのかなって思う自分自身を抱きしめるってなかなかできないことだけどもし。 できたらねって思った時にそしたら少し自分に対して優しくなれるのかなっていうのを、えー、ちょっと思いになりましたなんか本当こんなこと思い出したけど本当ねつら、はいはい、い思い出でしたとどめましたで言うならその時うちの母ちゃんが寒いやろって言って,て買ってくれたあのあのなんだスーツの上脱いで上から羽織れるセーターみたいなのがあったんはい,、はい。そのセーターもバリバリに破られたつら <laughs> いですねつらかったね つらかったねほんとねもうほんとねえ、まあ、今じゃ絶対考えられんことやろうけどね普通に逮捕だわけねあ<す>んなも,うもちろんですよ逮捕よそんなん当。まあでも、うん、そういうことがあって辛いなって思った時に先にいる自分だったらってだから皆さんに思うことはもしかしたら今不安定かもしれない辛いことがあるかもしれないっていう時に過去にも経験したことがあったんだったら 今、私がそれを乗り越えてきて過去の自分に対して声をかけるならなんてかけるそして自分に対して自分を抱きしめるっていうイメージを持つと自分に対して優しくなります自分に対して優しくなれると人に対しても優しくなれるよっていうことを一つ覚えておいていただけたらなって思いますね。よくね、ね、最最近近ここう、うう教教ええるるるる学学校校っっっててて、いいとににのは、出出先先生、えっと、前に出る先生前がお金を自分で払って その人たちの前で講演をするでそこに集まる子たちは、まあ、10代とか20代の若い子たちなんですよね、まあ、そういうちょっと特殊な学校があって僕も実はそこに参加させていただいて、えー、前に1回だけちょっとまずお話しさせていただいたんですけどもお金を払ってまで先生がしゃべるのって特殊ですよね、はい、僕はそうまでしてでも、えー、今の10代、20代っていう子たちに対して伝えたいなって思うことがある中で自信がないっていう言葉を使,使うなよって話をしたんです自信がないっていう言葉はやる気がないのと一緒だよなんでって。 自信がないから今目の前にある経験を超えていかないと自信のある自分にはたどり着けないのに今、自分に自信がないからっていう理由でその経験をから逃げたいって思うのはも,うもちろんあるんですある,あるんだけどその言葉を使うんだったら自信がないは私ができないことだと思っちゃうからいや本当はできるかもしれないしできないことかもしれないけどやってみないとこれ本当にわからないことなんですよね。それががででききたにに自自信信っっってててののはついいくるのに最初から自信がないかららなませんって言っちゃうと、えー 自分に対してものすすごい否定的なな言葉なんですよねだからそれだったらやる気がないんでってあの言った方がいいよって話をするんです言った時にね今まで超えてきた過去の経験の中でさっきのタイムマシンの話じゃないけど、うん、これから先起きうることの中で僕は自信がないって言葉を使わないと使わないようにって心の中で常に決めてますただし過去よくこれ乗り越えられたなって思ったことをもう1回できるかと言われたら自信がない <laughs> 過去のことに関してだったらあれはあの時のタイミングなんとかいろんなものが偶然,にか、まあ、偶然なのか必然なのか携わあの関わってきて乗り越えられたんだと本当にあの時はあってただ、もう1回あの経験を動く乗り越えられるかと言われたらそこに関しては、ね、自信がないって使っちゃうかも,でも未来で起きることに関しては使えないでも,もう過去であったことに関してはそれはもしかしたらあるのかなって今ちょっと話しながら思った。 未来のことに関しては自信がないは使わないその上で過去の自分を抱きしめてそして過去のつらかったって思ってて落ち込んでる自分に対して自分が今の自分から声をかけてみるそれをやってみると少し優しくなりますよっていうことと自分に対して優しくできるからこそそして人に対しても優しくできるっていうことを皆さんも忘れないようにしてください。今日から土曜ですけどそんなにねあのー 怖いとかなんとかじゃありません。あのこの時期が、えー、終われば、えー、夏がやってきますし、何にしても準備がいります。僕たちはこの期間で、えー、自分の心とそして体っていうものに対するメン、えー、とメンテナンスね、えー、しっかりしてあげようということで、あのそういう心構えでいただいてくださいっていうことです。はい、今日はそんな感じですね。はい、ありがとうございますなんか <laughs> なんか自分も聞いたことない。<これ> <laughs> ポンとね思い出してしまったけどね。ね、本当、はい、あの時頭踏みつけた人はね、ま、いいか。<laughs> はい、気合入れいきましょうかね、つらかった過去もね今じゃ笑って話せます、えー、笑って話せない過去も出てくるときもあるけど、えー、10年かかったけどな、本当な10年ぐらいかかったんじゃないかなと思いますけども、はい、今はしゃれるようになったよっていうところで少し自分も強くなったのかもしれませんね、はい、じゃあ気合入れて今日もガッツポーズで皆さん送ろうと思います、はい、ではいきます、せーの、おっしゃということで、今日も元気よくいってらっしゃい、お気をつけて。